手に限る。とんでもねえ、待ってたんだ。ワンダーハンター、ねえ、大丈夫だよ。ヘルヤの地を燃やせ。はい、ということで、とりあえず花村ティルテの S レアを当てて、モノクマの手術を経てレベル99、これがマックスらしいです、まで育て上げました。花村ティルテはバラエティ属性なんで、とりあえず治療を マックスの1点前かな、まで上げました。で、3回戦の時に2回戦までは勝ったんですけど、残念ながら3回戦では負けました。2回戦まで勝ったの初めてだったんで、結構いいところも行ったのかな。で、ここでスキル取得しないと、もう後から取れなくなるので、今のうちに取ってきます。OK ですかね。はい、お疲れ様です。いいね、テルテルはよく仕上がりましたね。さて、3年の3回戦まで勝てるやつってどんなキャラなんだろう。ふふふ、あれながら飛ぶ鳥を落として赤ワイン煮込みにする勢いの大活躍だったね。うん、田舎のお母ちゃんもきっと喜んでくれるはずだよ。
はい、ということで、おお、パワープロでいう天才選手が一応一人できたわけですけど、まあ真なる天才には届きませんでしたね、残念ながら。カードです。まだそうなんだよな。じゃあとりあえず今からあれですね、ダンジョンの試練に一応挑戦して、まあ15階層どうだっけ今、15階、まあ20階までとりあえず飛びます。はい、ということで20回フロアまではとりあえずやってきました。多分今回の戦闘では勝ちきれないと思いますけど、まあやるだけやってみたいと思います。モノコマ戦車が現れた。スキル攻めをした方がいいのか、まあ一回やってみますね。ほい、110、あースキルかきつい。なるほど、ならクリティカル狙った方がいいですね2人は。あースキルかきついな出せる数限りあるっていうのもなかなか、まあもう押せるところまで、あとあと1回か、これこれは無理だな。お、覚醒の聖剣好き、覚醒のご利用し、覚醒のスキル送電、あーラストスキル、あんまり入らないですね。入るかなこれ、入らない、きついもうあとはクリティカルが出ることを祈るばかりですね。上に体力が多いからクリティカルが入らないと話にならないですね、やっぱり。あとクリティカル10回ぐらい必要じゃないかな、もしかして。入った、お、突破した、おお、さすが花村レベル99の成功選手だけやっぱありますね。いやー、行った行った、よしよし、回収して、おっと、え、嘘でしょ、逃げる逃げる、おほほ、ここでも出るのか。いや一応まだ逃げれてよかったです。ふう、よし、これで拠点へ戻ります。ふう、よし、これであとは、はいはい、これでカードですとランクが上がったので脱出します。やっぱもうちょっと強いキャラを育てていかないと難しいみたいですね。ウルトレアの確率いくらぐらいになったろ
ちょっと、じゃあカードです。覗いてみましょうか。これはまだノーマル揃ってるから、いいとして。あ、ウルトラレアまだ出ないか。まあでもエスレアを、スーパーを狙っていきましょう。なかなか当たらない。カード一覧。そういえばまだ俺苗木誠が当たってなかったんだよね。うん。石丸戸上。あと3体でワンは揃うと。2はガンダム2台、ななみちゃん。で、おさみ4体か。じゃあまあ2を。いきましょうかね。とりあえずノーマル揃えたら、まあ、適当にどれでもやっていっていいので。あー、みかんちゃんの欲しいな。一応初期目標はカード揃えるですけど、結構これ厳しくないか。お、きたー、終わりちゃん。あ、しかもスポーツタイプいいね。1はあとノーマルが1体かな。2はガンダムだけのはず。そう、あ、ガンダムともう一人。あ、ななみちゃんまだ出てないか。なるほどなるほど。まあ1の方も引いて、まあなかなか7パーってそんな、まあ当たらないわけでもないんで、ちょっとずつ引いていけばいつかは。今回でもう1体ぐらいは欲しいですね。お、石丸清とか。人生には努力を費やすだけの価値がある。こいつもバラエティタイプか。おお、さくらちゃん、我はただけじめをつけるだけだ。かっこいい。いいですね。エスレアが徐々に。やっぱエスレアを狙いつつ。石丸くん、ノーマルが出てないのに。まだこっちを引いていく感じかな。おほう、コアさん、妄想なら恋愛したい放題でしょっていうことで、インテリタイプかな。いいね。多分これで、一応バラエティとインテリスポーツのエスレアは揃ったかな。多分もうこれで次からは、お、それは違うよ、誠くん。エスレアだけでパーティー組めますね。でも残念ながら、あの、天才選手として、選手って言ったらいいのかな。超高校級の、まあ、天才。天才的超高校級って言ってるのかな。正解、正解みたいな成功したのは、今のところ花村の一人なんで、こいつらもまあ強いんですけど、多分普通に育てていけば、まあ花村みたいにカンストできれば、なおよし、かな。スポーツタイプ2で固めて、行った方がいいかな。で、インテリもいるし、まあ大体当面の目標は決まりましたね。よし。じゃあ次はまた育成計画で育っていきたいと思います。多分ここでパート変わるぐらいかな。まあパート変わったらパート変わったで次へどうぞ。